まずはこちらをお聞きください。これはスーパーマリオシリーズで、残り時間が少ない時などに流れる BGM です。とても緊迫感や焦りを感じる BGM ですね。なぜこの BGM を聞くとこのような感情を持つのか、制作と検証をしていきましょう。まずは C コードを弾きます。次にミの音を一つ下げて C マイナーにします。その音を一つ下げてトライトーンを演出します。キーを8つ上げます。適当に神アレンジします。キーを階段状に上げて適当にアレンジします。完成です。このようにキーが短い時間で変化する、短いフレーズを繰り返す、トライトーンを取り入れるという条件を満たすことで不安や焦りを演出することができます。以上、スーパーマリオシリーズで残り時間が少ない時などに流れる BGM の解説でした。